強くなってきて、はい、今年の決勝はとにかく殴りましたね。そうですね、もう全試合ダウンシーンがありましたね、バッファーは、はい、そうです。決勝はアンディ・サワーから2ラウンド3回のダウンを全てパンチで取りました、はい、そして関根さん、はい、そのブアカオに挑むシュートボクシングシシドなんですね。そうですね、シーザー魂をね、持ってどこまで戦えるかですよね。でも素晴らしい選手ですよ。さあ対戦だ、ゴングが鳴りました。有明コロシアム、まず入っていったのはシシド。シシド選手はですね、手数が止まりませんから、はい、おーハイキック、無尽蔵な、おーっといきなり倒れた、選手でもこう勝ちました。ブアカオ・ポープラムク選手に勝者賞が贈られました。表現がいいんじゃないですか。そうですね、ご覧いただきましょう。踏み込んできたこのシシドに対して左フック、手打ちですけどね、腰に入ってるわけじゃないですけどね、仁王立ちですね。その左フックです。ブアカオ、さすがに世界最強。ほとんど汗をかかずに終わったブアカオ、そしてこの笑顔です。やはり現在世界の頂点に立ったこのブアカオ時代、これが果たしていつまで続くのか。小比類巻選手。